はい、どうも、みなさん、こんにちは。えー、エルゼミ、直前、下期生のですね。えー、今日は、まあ、ガイダンスというところで、始めていきたいと思います。えー、担当は、レクセン二章、国専講師の紅茶です。みなさん、こんにちは。どうも、始まりました。はい、こんにちは。どうもね。ね はいえー、とまあねエルゼミのまあ例年ですとまあこんなこん、まあ、こんなんってことが変ですけど言葉がねエルゼミがこの時期にはね、まあ、本来ないまああったとしても、まあ、夏ゼミっていう形で例年やらせていただいてたんですけれども今年は担当試験が伸びた論文試験も伸びたというところで皆さんとしてはちょっとね こ,うまあ、この時期何をやっていいかわからないということになってるかと思いますから、まあ、この直前のね、まあ、直前で言うと論文組の方はもうちょっとね若干時間はあるんですけれども、まあ、もう一度ね総決算というか。 総復習というか、という形で、まあ、エルゼミというのを始めていきたいというところで考えてますと。でエルゼミの実施日程の方はですね、ですからま、まあ、特いい章を、大体二浪艇ですかね、まあ、特実は2回ありますけれども、それぞれ、まあ、大体二浪艇というところで、まあ、問題一問ずつと、だからちょうど1年分、2年分ぐらいのイメージかな。っていうのを、7月11日の土曜日から、毎週土曜日ね。 毎週って1個,個飛ばすんだけどねここ間違いないでね1、うん、個飛ばすんですけど、まあ、毎週土曜日っていう形で進めていきたい、まあ、9月5日までということで考えてますので、はい、皆さんと一緒にねまたゼミをやっていきたいと思っていますとで、まあ、今回のまあゼミというところで私のね馬場ゼミビビゼミの特徴というところをまあ最初にねお話しさせていただきたいと思ってますけれども当然まあ今までも秋もねこれゼミはやっていたんですけれども 今回、まあ、直前期というところでああなたね直前期になると急にどんなゼミになるのかなというところだと思いますがまあ基本今までのやり方と一緒ですね。だから当然まあ秋のゼミ受けていただいた方も、まあ、そうじゃない方ですね例えば担当組の方なんかでねあ、まあちょっと最後の担当組の話しますけど、ねいやまあ、もしかしたらねちょっと今年まあ時間も長かったしこれ論文これね一気にいけるんじゃないかと,と思っている方もいらっしゃると思いますしあとはまあ、ね、今までゼミ出てなかったんだけど。 やっぱり勉強してみたら何か論文の成績がイメージ伸びないなと何かこう手応えが感じられないなとそういう方とまあ一緒にやっていければいいかなと思ってます。で私のゼミなんですけどもうまさにこの戦略的合格答案の作成というところで私のゼミってね特徴的なのはこのやっぱ戦略を練るっていうことがすごく大事だと思ってます。でもある一郎合格をするための答案を作成する「当たり前じゃないか」ってね皆さん突っ込みたくなるところだと思うんですけどもこれめちゃめちゃ難しいのよ合格をするための答案っていうのは。 で何が難しいかっていうと2番これね「正しいことより他の受験生は意識する」って書いてるんですけれどもこれね実は多くの受験生ができてなくてあのねまあ間違いじゃないんだよ正しいと思う書くってことは間違いじゃないのでそれはちょっとねあのいいんですけど私としてはそっちよりかはやっぱりこっちのね 論文というのは相対評価ということになるのでその正解を求めるっていうのはね、まあ、それもそれで一つなんですけどいやそうじゃないよと他の受験生がどんなことを書くんだろうとか、まあ、そういったところを意識するで特に私が言っているのはこれを他の受験生がどう書くかっていうところで点数を取るってことをしっかり意識していただきたい。 論文試験っってやっぱり点数なんですよで結構ね担当試験は皆さん目標はというと「いや45点取りたいです頑張って46点取りたい42点なんとか行きたいです40点取れればいいかな」ってね具体的な点数あるんですけど「論文の目標は」って聞いた瞬間に急に抽象的になるわけよ、ね。しっかり書けるようになりたい。ね、あの答案を問題文を見落としないようになりたい。いやそうじゃなくって何点取るのが目標ですか 言うといや論文だからって思うんですけど試験だだかかかららら点数をつくからねだからやっぱりその点数を取るっていうところだから逆に言えば点数にならないところは軽く書けばいいし点数になるところはがっつり書かなきゃいけないっていうところの感覚これがまさに戦略的合格とは正しく言うんですね。だからその正しい答案を書くんだというよりかはやっぱり点数のつく答案をしっかり書くと。だから何が正しいかっていうのはまああまり意識しなくても大丈夫。 と思ってます私は。うん、当然間違えたこと書いていったわけじゃないですし、ね、あのそういうことを言ってるわけじゃないんだよ。うん、でそういうことを考えると3番よく私はこれは言うんですけれども確かに例えば受験生、ね、私あのよく言うのは私のゼミだと結論っていうのは最後に書いてくださいって言うんですね。 最初から結論例えばね、よくまあレジュメなんかではあるんですよ。ねえー、え1、こ、ね、う、えー、は、えー、東京圏を侵害する。で、2、理由みたいな感じで書く。で、私はこのスタンスは取らないでくれると言ってます。これは単純です。なぜか、受験生は結論を間違える場合があるから。結論間違えなるんだから点数つかなくて当たり前だよってね、あのー、潔い方は、多分私のゼミでね、ちょっとあれかもしれませんけど、私はね、ちょっとずる賢いのよ。うん、いや、もしかもし万が一、結論間違えても、部分点だけでもくださいっていう、そういう気持ちなの。 間違えちゃうのはしょうがないって受験生だからでも受かりたいから点数ちょっとちょうだいっていうまさにそういうこと、うん、だからそういった意味でのリスクヘッジっていうのは実は論文ではすごく大事なんですけどこれもやっぱりほとんどの受験生意識してないですねやっぱり正しい答案を正しく書いていく、ね、正解答案を作るんだっていう意識がすごく強いんですけど私はそうじゃないです点数が取れる答案、ね、要するに失敗しない、ね、落ちない答案を作るこれねあのち受かる答案と落ちない答案って実は似てるけど違うんです そういった意味ではやっぱりこの辺ですねまず戦略的な部分っていうのをしっかり意識していただきたいそれから弁理士が作成する書面の意識,意識って書いてあるんですけどやっぱ私論文試験ってね何なんだろうって考えた時にこれは実務上考えるねクラ,るクライアントに出す文書なのよクライアントに出す例えば見解書であったりコメントであったりだから問題文に配慮ができてるかねそれとか当たり前のことが当たり前にかけているかっていうのは実はこれめちゃめちゃ重要なんですだからこういったところを、まあ、私のゼミなんかではやっぱりよく強調してるところですね はい、で他の受験生がどういうことを書きますかっていうところはこれは私のゼミは論文処方箋というのを配りしています何かといったら項目ごとに正答率を全部コンピューターで出して、まあ、書いてるんですけど、まあ、正答率70%とか50%というところでやっぱり70%の項目については落とさないでくださいという話をしています。それれからもうう個ですすね例えば問題文のの配慮っていうのが実はこれすごくく難しくて 例えばよくあるのは何でこんなレジュメでは場合分けしていてなぜこれ場合分けしてないんだろうなんでこれ勝手に不使用って言ってるんだろうそんなの問題文からわかるのかなとかっての思うんですけど実はこれって問題文の配慮ができてれば場合分けがいるかいらないかはもう明確なんですね、まあ、いわゆる決め打ちってやつですけど、うん、もう商品を使ってないとか決め打ちしてしまって構わな、ね、い使ってる場合使ってない場合そんなこと考える必要ないそれなぜかって言ったら立場ですよ立場 弁理士として権利行使をする側なのか権利行使をされる側なのか特許の出願になるのかそういったところを意識すれば実は場合分けが必要な場合と必要じゃない場合というのがこれ明確に分かりますそういったところをしっかり意識していくっていうことですねはいなのでまあゼミの目標ということであの、まあ、どういうのを私は目標にしているかというともうこれバーンと全部出しちゃいますけど結局ね過去問学習が一番だと思ってます論文はでこれも論文に限らずです 担当を口実も皆さん過去問をやるんですけど残念ながら論文って過去問を使われる方が少ないんですなぜかっていうと、まあ、ここね課題しかし過去問の使い方がわからないっていう方が大半なの。なので過去問の学習を自分でできるような力を身につけていただくっていうのが実は私はずっといつもやってるエルゼミの目標です。これ これができるようになったら自分で過去問学習ができるのであとはもう力がもう雪だるま式に増えてきますよ実力がどん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 ね,もうれもうねこんな俺実力ついたせいってねなるんだけれどもやっぱそこを意識しないとなかなか過去問の勉強につながっていかないだから過去問が使えないということになります。はい、で結局じゃあその論文試験、ね、合格答案を作るためにはどうすればいいかっこの発明にしてみました。 ね、正規項1項目ごとに記載パターンを記憶するステップと論文試験から項目を抽出するステップと前期抽出された項目から記憶された記載パターンを読み出すステップと読み出した記載パターンを10度順に答案に出力するステップとを含むことを特徴とする合格答案作成方法もうまさにこれですよ。ねうん、まあ当然これ出願したら多分あの人為的取り決めですから291個柱書きがきますよこのままのクレーム書きはね。うんでまあまあ、要するにやってここことはここなんです うん、もうまさにね皆さんね質感の勉強してますから特許的に書くとこういうことやりたいのはでちなみにここで「重要なところはどこですか?」っまあ STF とまで言わないですけど重要なところは実はこの2つです、うん、すなわち項目ごとに記憶パターンを記憶するっていう作業と論文試験から項目を抽出していくだ結局この2つなんですよで、まあ、順番的には、えっとまあ、この2つなんだね項目をまず問題文読んだら抽出するんです で論文の答案って、皆さんどう思ってます?。ね。いっぱい道があるように見えるでしょ?。何書いてもいいんだよってね、自由にはさ、ね。俺の答案は、この無限の宇宙を表してるんだと。だから、俺が思ってる内容をね、全部ぶつけてやるぜなんて、思うかもしれないんですけど、違う違う違う,違う。論文の答案で、実はね、正解は一通りしかないんです。ね。これいつも言うように、例えばね、今これ中野にいますけど。中野から東京に行く行き方って、どうありますかって言ったら、まあ、概ねもう一通りなんですよ。中央線なの。 まあかろうじて東西線使ってなんていうのもあったりとかまあ総武線で行って秋葉原で乗り換えてなんてもあるかもしれないだけど例えば中央線からね一旦これ多摩の方に出てでそっからね武蔵野線でぐるっと千葉の方に抜けてそっから京葉線で東京駅に行きます間違いじゃないよ行けるんだからでもそんなことするしてないよねうんまさにそれと一緒論文も行き方は実は東湾というのは答え決まってるんですこれ。 決ままってます論文は。でそれをしっかり書けばいいと。ただしね残念だけど皆さんねこれちゃんと書いてくんないんだな受験生って。論文の問題ってねあのこう書いてくだねこう同じの書いてほしいなと思うけど結構皆さんね書かないの。うん好きなように書いちゃうからね。で好きなに書くと何が問題かっったらこれ国家試験ですから点数つけなきゃいけない。 点数をつけなきゃいけないんだけど点数をつけられないのよ A さんは先手を書いてる B さんはね向こうの公弁を書いてる C さんはなんか外国人の権利化を書いてるもうむちゃくちゃでしょで、どれも合ってます点数をつけようがないどうするかっていうと実は問題文にポイントを置くんですポコポコッチェックポイント例えば高等が特許出願しとかっていう風に変ければこれは共同出願の論点が出てくるかもねとか 職務集めであれば当然「行の従業員」ね「X は」とかって形で従業員ってキーワードを置くわけですよ従業員ってキーワードを置くことによってあ職務集めだったことが分かりますただし問題文にチェックポイントを置くことによって答案が自動的に作られていくその問題文から何の項目を挙げるのかというのがこれが答案構成になりますで何の項目を書くのかっていうのが分かればその項目に応じた注視した項目を書いていけばいい 職務集めのパターン、選手要件のパターンね、訂正審判のパターンというのをボコボコボコって書いていけばいいんです問題文の言葉、条文のとことば、そしてまあ一部この中した項目にた基づいている言葉例えば選手要件であれば即時自主の意図を有したかあるでしょああいったところを覚えてなきゃいけないでもそれさえ組み合わせれば実は論文というのはあっという間に出来上がります、うん、多くの受験生が思っているとそんなに難しく考える必要はないですだこれがさっきの例えば特許のね あの私のやつでで言えばここですよ。項目ごとに記載されたパターンを記憶すればいいまずこれが1つ重要そしてあとは項目を抽出できればいいこれは答案構成になりますなので私の中では答案構成と実際の答案の記載というところで自分は2つ言ってるんですねで項目を抽出する練習はこれは過去問でやってくださいと。でそれに対してこの 抽出した項目に基づいたこの書くのはこれパターンをしっかり押さえておきましょうそのパターンを押さえる教材は私は論文コレモンというのを使ってます論文コレモンというのは何かと言ったらやっぱ過去問の演っするのは難しいんだよねああ、うん、過去問ってバーンって書いてあるから,からそれを食べやすいようにねちょっとずつ切ったわけだねやっぱりフランスパンでも一本丸々は食べにくいよね切ってやった方が食べやすいじゃない 同じですよ。論文もね。まるまるは勉強しにくいから、ちょっとずつこう。細かくしています。で、それがまあ論文コレモンってやつなんですけど、論文コレモのパターンを覚えてます。過去問で項目を抽出できるようになりました。これもう無敵です。うん。なんで過去問だけやればいいかって言えば、やっぱり過去問出てる論点が基本的には繰り返し書ける。そして他の受験生が結局書ける論点って過去問レベルなんですよ。 おい何言ってるんだよたまには過去問ないの出るんだよ過去問はなああの本試験ではね例えばマック今いあの例えば翔平なんかの A マックス事件とかいきなり出たりする時あるわけですよ、ね、でも見たことない論点当然出ます論文でもやっぱみんな書けないんですようんやっぱり初めてて見るる論点って書ける受験生の方が少ないですだから逆を言えばみんなが書ける論点をしっかり書くってことが重要 だそっちにやっぱりポイントをしっっかかり、ね、持っていいくこととが大事かなと思いますでその点をあの私のゼミではあのきっちりやっていくというふうに意識していますのでまあ8回しか今回ないんですけれどもやっぱり今言ったように例えばいろんな論文の勉強やってみたんだけど何か行き詰まるなと。で確かに点数を取るって感覚があまりないぞっていう方はねぜひゼミに来ていただきてまあたった8回といってもやっぱその考え方でねあ多分今までそれあんまそういうこと言う方ねあのいないと思うんですよ。 私みたいに極端に言う人ね要するに、ね、正しいことは書かなくていいですよ私も学説なんてもあんま気にしてないです、うん、だから学説とか判例なんていうのも結局は私は他の人が書けるかどうかのようん、だって結局どんな、ね、いい学説がありましたどんないい判例がありましたでもう受験生書けなかったら点数をつけられないから、うん、だから他の受験生が書ける範囲で書ければ合格できるんです確かにベストな答案じゃないのかもしれないでも残念ながらねあの今の便利受験生はそれで合格できますから しっかり他の人が書いいてる基本的ななとところを落とさないそしてて、ま、んんなく広く広おくそしたらさどっか当たってるからそういうですね点数を取るっていう感覚を今までにね勉強してなかったよという人は、まあ、この直前期にはで直前期ではありますけど是非ねあの一緒に勉強していきたいと思ってますので是非、ね、お越しくださいという形です。はい、で最後に、えー、担当受験生が勉強する場合っていうところをちょっとだけ説明しておきますけど、まあ、簡単に。 ドンとでえー、とまずね担当試験がもうある程度仕上がっているよ特に今回5月目標だったのがもう9月になっちゃったんでだ、ね、から結構その間になんか担当やってたら、まあなんか担当結構ね割ともう,あん、ね、うメンテナンスレベルで済んできたぞっていう方はエル、まあ、ゼミとっても大丈夫かなとあとは勉強時間もエルゼミ以外に20時間だからエルゼミでまあ最低限はそうですねまあ ゼミ来ていただいて、まあ、三時間、プラス、まあ、福祉入れると、五時間は取ってほしいんですよ。ミニマムでね、当然もう、あの、もうちょっと取らなきゃダメよ、論文の、論文組の人は。だ担当組の人はミニマム五時間、だから、それが担当の時間を侵食しない程度にできる。っていう方。まあ、週一回、土曜日だけだったら、まあ、八回だし、まあ、ちょっと来てみようかっていう。それから、三番目、論文で勉強することで、知識を強化したい。やっぱり、担当だけの側面だってやっぱり細かくなりすぎるので。 例えば審判とかそういったところに関しては、ま論文の問題で見た方が頭の中で整理できる場合があります。特に今年は試験量伸びてますから、結構まあなんですかね、こうペースが今つかめてないって方は結構いらっしゃるのかなということであれば、やっぱりそのタイミングというか、ね、せっかく今年じゃあもうこれもう9月でね、これもう担当俺大丈夫だよと。 いうきっとと皆さん自信をお持ちだいいんですよ根拠なくても自信をお持ちだと思えばエルゼミでまあちょっと8回だけですから論文をちょっとやってみておくっていうのも、まあ、一つの作戦ではないかなと思いますと。 はいでまあ、一応ねウェブフォローの方もありますし、まあ、なん別の例メがあれば私の方はあは PDF でお配りするような形になってます、ね、だからまあ特に、まあ、コロナがねだいぶ落ち着いてはきてますけれども、まあ、心配であれば、まあ、そういう形のフォローをしていただければ十分間に合うと思いますし、まあ、場合によってはあの、まああのまあ、人数があると度いるようだったら、まあ、去年の例えば LGBT 最後の方、ね、もう通過禁止になっちゃったからあの一応ねあの小池都知事に、ね、怒られちゃいますから <laughs> やってなかったのでその時はズームで配信してたんですね。 だからもしもしこれを機会になんか自分、地方でねちょっと今までゼミとか出て,みな出て出られなかったけど、うんあのー、ちょっとやってみたいなという方がいればで問題はねちょっと答案用紙が必要になるんですけどあの後半だからその緊急事態宣言の時って皆さんもう来てなかったんですよ無観客でやったの。 でその時どうやってやってたかっていうと私はだからえと今言ったらズームで配信ねまず配信はズームでやっていてで、まあ、リアルタイムで見てもいいし、まあ、ウェブフォローで見てもいいですよとで答案はね書いてもらったのねスキャンしてメールで送ってもらってましたやっぱ紙で送ってもらうと時間かかってしまうんでもうスキャンしたらメールで送ってくださいとであの今ほらコンビニ行ったらスキャンもできるからね、うんまあ、会社でできる、ね、事務所でできるって場合もあるしまあ,あのスマホでも取れなくはないですよ PDF 作るソフトっていうのあるので。 PDF にしてもらわなきゃいけないのでまあまあ理想なのはスキャナなのでまあ最後コンビニで行けばまああのまあ数十円でできますからあの当番用紙裏表だったらね。 うん、でそこでまあスキャンしてもらってメールでもらえば、まあ、PDF 上で採点してお返しなんかもしてましたね。うん、そういう形でもまああのフォローなんかもできますから例えばこれを機会に、まあね、ちょっと今まであの遠距離でゼミっていうのをやったことなかったんだけどちょっとやってみたいよと、ね、あのどんな感じかやってみたいよという方それからまあスマートコースとかでやっていてあちょっとね今年論文までいけそうかなという方、ね、いけそうというかそのいやチャレンジするぞという気持ちのある方それからさっき言ったようにほ他のね、まあ、ずっと論文の勉強してきたんだけど、まあ、ちょっとそのなかなか伸び悩んでいてど,どうやって であれば論文ががいいいのかが見えないと、うんね、一生懸命レジュメやってた、うん、記載覚えた規範書いてたでもなかなか点数に結びつかない、ね、今一本のところでなんかこう合格にたどり着かないっていう方なんかの場合はねちょっとその違ったアプローチになりますのでまあ是非ねあの体験していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。はいというところでねほんとコロナの中で大変だと思いますけども、えー、是非ね、えー、逆にやっぱチャンスに生かすっていうのはね うん、私は重要だと思ってますね。やっぱりねやっぱ嫌なことはありますよ。いろいろコロナでね不安なこともあります。でもだからといってそれをね投げ捨ててもしょうがないね。あこれをチャンスだと思える人がやっぱり世の中生き残ってますからね。ぜひ皆さんねこのチャンスをつかんで掴んでね頑張っていければと思いますと、はい。というところで今日のガイダンスは以上になりますのであとはまあゼミでねお会いできることを楽しみにしております。 はいじゃあ今回はこれで時間になりましたので終わりにしたいと思います皆さん今後ともよろしくお願いしますというところでじゃあ今日はここまでにしたいと思いますそれではどうも皆さんお疲れ様でした頑張りましょうねうんはい頑張りましょう